大谷翔平さん、インスタフォロワー数の増加が記録的。MLB は17日、WBC 一次ラウンド期間中の SNS に関するデータを発表し、侍ジャパンの大谷翔平投手が SNS のフォロワーを記録的に増やしたと発表した。3月1日時点と比べると一次ラウンド中にフォロワー数を136万人増やし、約 75% 増で、参加選手中では最高増加率だった。大谷は一次ラウンド期間中、侍メンバー全員で焼肉店で決起集会を行った際の集合写真、開拓や捕手や佐々木朗希投手とのツーショット、準々決勝のイタリア戦を2敵であり同僚でもあるダビッド、フレッチャー内野手とのツーショット写真などを投稿、現在のフォロワー数は360万人を超えている。最高のアスリート。360万人しかいないのか、少ないな。大谷のフォロワー数はすでに370万人を超えとるぞ。最近は更新少しあるけどこれまでほぼなかったからな。自分で更新してるというより誰かが発言を載せてるのかと思ってた。大谷って SNS やらなそうな感じなのにインスタやってるの海外だわ。大谷翔平って極端に発言が少ないよな。だって赤作ったのも更新してるのも球団だし、シーズン中はネットなんか見る暇ないよな。日本のスポーツ選手フォロワー数、日本だけでなく韓国と他国からも爆速的にフォロワー増えてる。大会終了時には400万人超えは確実。年に数回業務連絡みたいの上げるだけでフォローしてるの忘れるレベルだったから元が少ないのも仕方ないわ。昨年なんか更新したのたったの3回だし、そら投稿頻度増やせばフォロワー増えるよ。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。